はい、ということでございましてですね、なかなかこうね、やっぱいつもこうゲストさんがねこういらっしゃるとですね、やっぱその方の紹介だとかね、いろんなこうゲストさんの、うん、あれやこれやね、ライブ告知やとかいろんな話をするわけでございますですね、はい、今日はね、はい、まあ、小野田さんはゲストじゃなくてですね、はい、パーソナリティということでございますが、非常にゆるなね、はい、感じとともに、はい、もう少し先になりますとですね、今日のクエスチョンその1とかね、うん、はいはい、今日のクエスチョンその2とかね、うん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 、その3とか言ってですね、はい、天の声さんの方がですね、はい、私たちにこう質問されるわけです。それをどのように、うん、答えるかね、はい、うん、あ、はい、その1しかないですよその1だけだそうですその1しかない、まあ、2はうん、まあまあそんなクエスチョンでもない。いやいや、小野さんもねクエスチョン作ってきてくれはると思った。いやいや、じゃあ今度考えます。またなるほどね、私も、はい、うん、まあまあちょっとそういったね特別コーナーがね、はい、今日あるということで、はい、なかなかこういろんな人の考え方をね、うん、小野田さんの考え方だとか僕の感じたことなんかもですね、うん、もういきなりこう質問が来るということで、はいはいはい、うん、ね、なんかお腹痛くなりそう俺、うん、まあそんなことでね、はい、いよいよこうね秋も含まれてきてですね、うん、もうこの時間ね本当真っ暗になっているわけでございます。秋の夜長とね、うん、はい、いうことで、まああちこちねこうライブが繰り広げられてるわけですよ、うん、はい、ね、はい、で私10月9日っていうのはですね、うん、僕にとって特別な日なんですよね。特だから、そうです、うんうん、だからやっぱり10月9日がたまたまこう、うん、土曜日とか日曜日だったらね、若い時はですね、うん、これなんか記念のね、はい、ライブしたいなとかね、うん、あったんですけどね、うん、もう見る方がいいかと、はあ、いうことで、うん、まあ、10月9日の日曜日でしたかね、うん、これ大宮島の、はい、カフェローズさんでね、はい、ブッキングライブがありましてですね、うん、まあ、救急ライブにもよくこう出ていただいていた方がですね、うん、出演されましたので、うん、スネークさんと、はいはい、かなちゃんって女の子ね、うん、レフティーのね、その子と、うん、あとは TSって言ったかな、うん、TS さんって男の子ね、うん、草津の方の方で、うん、まあ、バンドされててベースを常に弾いてるらしくて、うん、まあ、このベースをですね、アコースに持ち替えて、うん、まあ、自分の歌をこう歌ってらっしゃる、はい、まあ、非常にロックっぽい感じの歌と、うん、まあ、それとね、晴れママさんっていうね、うん、まあ、ボーカリストが、はい、お姉さん、お姉さんいたら、僕はお姉さんいたら失礼ですけども、うん、まあまあ、レディーがいるんですよね、はい、まあ、そのレディーと、もう一人の方とはボーカル取られて、はい、ギターの方がね、うんうん、一人こうバックで、演奏されてたんですけども。そこに、ケイさん、ケイさんじゃないわ、ハイさんが、うん、サポートに、ね、入られて、うん、まあ、その4組ということでね、うんうん、中でもやっぱりこうスネークさん、なかなかね、うん、こう非常にステージが面白おかしくね、うんうん、こう盛り上げておられたということで、うんうん、なかなかね、まあまあ、特の日にね、うん、出かけてよかったなと、まあまあ、そんな感じでございましたし、ね、うん、はいはい、やっぱり何やともあれ、こう一人でね、うん、こう静かに弾き当たってるのもいいんですけどね、やっぱり僕羨ましいなと思うのは、パッカッションアリーノ、ね、ベースがアリーノ、リードギターがアリーノっていうね、やっぱそういうのもっと若い時にね、うん、はい、まあ、やりたかったななんて、ね、ずっと思ってたわけでございますがですね、うんうん、もうそれに気づくか気づかないかね、うん、まあまあ、そんなところで、10年ほど前にですね、うん、まあ、小野田さんという方からですね、はいはいはい、言い出しっぺでですね、私言い出しっぺだったの、うん、そう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 、それでですね、うん、はい、まあまあ、サイモンさんっていう方と、はい、ルイ君を巻き込んで、はい、ね、4人で、うん、バンドをして徳さんの歌を「よ長寿の犬」ってこう言っていただいてね、言ったんでしょうね、まあ、うん、なかなか嬉しかったですね。あ、そうなの、うん、これはもう、うん、まあ、私だって私のこの音楽人生にとってですね、うん、一つのセンセーショナルなですね、出来事だと。はいはいはい、
いうことは10年前にあってですね、うんうんうん、まあ、最近またですね、こうね、実はあの天の声さんの知り合いのサイモンさんの方からですね、ちょっと来年であの10周年なんですよ、土砂降りナイトというね、はいはい、バンドこさえで10年、はい、演奏したのは2回、はいはい、で休止して10年、はいはいはい、結成記念と、うん、結成10年、10年ぶりの復活、あ、はい、あ、これね、その10年間何してたの、うん、ということで す,、うん、そうですよね。もっとやったらよかったのにね。いやいや、そんなもう僕の方からそんなお願い、うん、お願いで忙しい方たち捕まえて、ね、なかなかできないじゃないですか。10年間何やってたんでしょうね、うん、ねえ本当に別にね、その選手も言いましたけど、個人的にね、曲作りに専念してたわけでもないしね、あ、まあまあ、うん、 その間に3曲だよって言われてたね。そうそう、その間に10年経って3曲増えただけなんですけどねえ、もう酷評されましたですね。2、3年で4曲作るはたのに10年で3曲えらいことですよ。やっぱ10年経つとね、うん、でもね、やっぱ声の色が違ってくるね。あ、そうですか、うん、声の色が違ってくるし、うん、その歌い方もやっぱり違ってくるし、うん、まあ、なぜ違うかというとですね、やっぱりその10年前だとね、うん、僕もほら50代じゃないですか、うん、ね、あ、はい、その頃はですね、やっぱりその息もやっぱり結構長く続けられると、うん、もう最近ね、小刻み、あ、もうブチブチ、はいはい、あ、そう、伸びたうどんみたい、本当、いや、なんか、僕はもうすぐあの頃の徳さんに追いつくんだそうそうそう50代だったんですよって言われると、もうそうそうそう、うん、もう追いついてんじゃん。いや、まだ追いついてないけど、まだ僕が、うん、そろそろじゃないですかね、うん、あー、しんどくなるよこれからが。もうすでにしんどいです。でしょ。はい、ああ、まあまあそんなことでですね、はい、実は今日もですね、うん、かけてくれるの10年前の音源を、天の声さん持ってきていただきましたんでですね、久しぶりに、うん、ちょっと聞いてみましょうよね、うん、聞いていただきたいということでございます、じゃあお聞きください。土砂降りナイトで新しい街へ君を乗せて。Thank you.
ライブ音源でですね、聞いていただきました。土砂降りナイトで新しい街へ、ね、艶があったでしょ、まだこの頃はね。まあまあまあ、そう、でもそんな変わんないですよ。変わんないの？大丈夫ですよ、うん、今またまた気休めでしょ。いや、気休めだけど、まあ大丈夫ですよ大丈夫ですよ大丈夫です。ダメだこれ。今は味がありますよ。あ、うん、いやいや、そんなもう小野田さん、いや、そんなに変わんないでしょ。だって10年前って確かにそうだけどね。どうしてそこまで容赦するの？いやいや、あの世間の人はさ、うんうん、そんなこと言わないよ。あ、そう、うん、頑張ってますよ、うん、僕も頑張ってますけど。え、何味ですか？何味って何味だって味が、ああ、そうですね、うん、なんだろうな、こう鼻にツンとくるわさび味みたいな感じじゃないですかね。いぶし銀みたいな、なんかね、こう銀シャリに。わさび味ってさもう少しまったりとさ、うん、この炙りカツオだとかさ、なんかそのね、ちょっとまあまあ、でもこうね、美味しそうな感じ。いや、美味しいですよ、わさび。なんかこうツンときて、こう、あ、しょっぱいぜみたいな、しょっぱかないか。こうツンとくるぜっていう感じで、いいんじゃないですか。表現力のない人に聞いて失敗したどうして歌の方は表現力あるのにね。そんなことないですよ、別に、うん、でもまあまあ、表現力あるかないかはね、うん、まあ、こちら置いといて、うん、いよいよ今日のですね、はい、天の声さんから、うん、クエスチョン1をですね、はいはい、今気がついたんですけどね、うん、これクエスチョンしてね、うん、曲かけたらね、うん、そのままスポンサーに行けないですね。あ、行かないですよ行かないですよ、もう本当にもう、だって、うん、今日は好き勝手やっちゃってんだから、ね、まあ、でも今回あの、うん、じゃあ最初にかけるのはね、うん、あの、うん、クエスチョンというよりも、うん、ちょっと違う路線でいきます。あれ、スポンサー明けにクエスチョンいきます。あ、はいはい、はい、そうか、うん、そうせんとスポンサーいけないです、うん、なるなるほど、はい、はいはい、わかりました。じゃあ、ね、ね、天の声さんのこの1曲感じ、いや違うんです、まあ、この1曲で実はかけたことのある曲なんですけど。なるほど、うん、あの昔菊池宏さんの木舟川という曲をかけたんですけど、ああ、なんか、あ、なんか聞いたな、うん、なんかそんなことがあったな、うん、ちょっとそれって演歌っぽい題名だね、この曲はね、うん、あの菊池宏さんという方は、うん、ここネット見てみますとね、うん、ジョジョ派フォークって書いてますね。あ、そうなんだ、まあ、だから確かにフォークなん、うん、フォークソング、うん、フォークなんですよね、はいはいはい、当時はまだフォーク聴いてましたから、うんうんうん、聴いてたんで、この「キブネガー」という曲はやっぱりね、僕ね、僕から見ると歌謡曲なんですよ。ああ、はいはい、あのとても有名人よ、先週かけた有名人ように雰囲気が似ている、雰囲気っていうかね、これだからね、売れるかなと思って、うん、僕は大この歌が好きで、うんうん、シングルレコード、LP か、LP 買ったかな、う
買いに行った、レコード買いに行ったんですけれども、こう売ろうとしてはったんでしょうね、いろんなところで流れたんですけど、あ、まあまあ普通のヒットぐらいに終わったんかな、そんな感じなんです。なので、ね、なるほど、この曲を、その要するに選手の続きみたいな感じでね、なるほどね、僕はこれは歌謡曲だと思って聞くと、聞いていると。でもまあまあジャンル的に言うと、ネット見ると今方はジョジョ派フォークと。なるほど、ジョジョ派フォークっていうのあるんだね。そうです、そう書いてるんですよ。ジョジョ派、ジョジョ派ね。あの、僕いい加減のこと言えないんで、さっき読み方調べてから喋りました。なるほど。ということでね、それをね聞いていただきます。はい。はい、菊池宏さんで、木舟川です。はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンター、オールフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号。こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は0748-23-2233、0748-23-2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報でございます。こちらはですね、救急ライブのホームページにですね、滋賀のミュージシャンライブスケジュールというコーナーがございます。そちらの方に書き込んでいただいた、すべてですね、私の方が皆さんに紹介するということになっております。まず10月の15日の土曜日でございますね。京都の天球ライブというのがございました。こちらはですね、京都市上京区東石橋町千本中立ち、売り上がるということですね。買えば天球というところがございます。そちらで、開催されます。夕方の6時半のスタートとなっておりまして、投げ銭制になっております。はい。そしてですね、次の週の22日の土曜日でございます。こちらはですね、セオンドーさんからいただいております。歌いの舞台 in カフェトライアングルということでございまして、こちらもですね、京都の山科区観州寺東出町75番地に、からし種館内、カフェトライアングルというところがございます。そちら昼からですね、14時45分のスタートになっております。チャージはございません。ただしワンオーダーを必要と、投げ銭制となっております。そしてお待たせいたしました、10月の23日の日曜日でございますね、第17回救急ライブアットアイトマーガレットステーション、23日の日曜日でございますね。時間の方は10時半からスタートになります。午後から飛び入りライブになります。ご存知、道の駅愛東マーガレットステーションの野外特設ステージでございます。出演者は千音堂さん、メトロポリタンスパゲティさん、ミュージートークアクトほかということになっております。11月ね、あっという間に11月の声が聞こえてくるわけでございますがですね、11月の2日の水曜日、こちらはですね、モダンタイムスのスローミュージックというライブがございます。京都市中京区木屋町三条上がるエンパイアビル B1 のモダンタイムスで行われます。夕方の6時30分スタートということで、チャージの方は1000円、ワンドリンクワンフード付きとなっております。出演者はですね、スカタン、セオンド、タツノ
天春さんですか天春さんですか、天福コンビ黒崎千恵美山新さんということでございますね、そして、その次の日曜日でございますが13日の日曜日歌いの舞台インパセオ大五郎13時30分から14時30分、出演者は瀬運動さん工房夢ほかとなっております。京都市伏見区に大五高畑にございますパセオ大五郎アトリウムステージにて開催されます。次の週の19日の土曜日、ジェイズカフェライブはございます。夕方の7時スタートということで、出演者はですね、瀬運動さん山新さん他となっております。滋賀県守山市梅田町にございますシャリエ、守山梅田1階のジェイズカフェで、投げ先生となっております。そしてこちらの方に、こちらの方に立ってねラジオでちょっとね見えないわけでございますがですね、もみじ祭りのこの一環ということでね、こう大きなポスターに書いていただいてるわけでございますがですね、11月の20日の日曜日第4回救急ライブあと奥永源寺渓流の里がございます。11月20日日曜日、午前10時半スタートということでございますね。ご存知の道の駅奥永源寺渓流の里、ちょうどですね1周年記念の行事が今月のね8日から10日にございましてですね、いよいよ来月の20日前後はですね、もみじの季節になります。はい、出演者はですねスネークさん、アクトさん、オールタイムハイさん、阿部悟さん、わさびさん、宿屋さん、センさん、チャイナ堂さん、そしてミュージートクと、その他にも飛び入りが あると思います。飛び入りの参加費は無料でございます。はい、以上滋賀のライブ情報のコーナーでございました。はい、ということでございましてですね、先ほどのクエスチョンコーナーに、はい、そうですね、入ってもいいですね。はい、はい、じゃあとりあえずね、どんなんかな、この曲をとりあえず聴いていただきましょうか。どんな曲かな。はい、ですね、それでは聴いていただきます。帰ってきた酔っ払い。なるほど、そうきたかそうきたか、そうきたか。レコードバリなんですか、このブチブチブチはやっぱり、うん、そうですね、そうなんだよね。でもこの類のはさ、はい、結構何曲かっていうような気がする。いわゆるまあパロディチックな感覚。この曲はですね、ウィキによりますとですね、フォーククルセイダーズのデビューシングル。あ、デビューなのこれ。デビューシングルですね。へえ。しかも代表曲で、へえ、オリコンチャート史上初のミリオンシングル。はあ、そうなんだ。なるほど、やっぱこの、何、こう、いきなりガーンとこう、いっちゃったらね、シモンなんとかさんのさ、泳げたい焼き君であるとかさ、まあ、パロディーな、感じだし、あとほら、関白宣言あたりもね、パロディーではないんだけど、ちょっと。そんな感じじゃない、まあ、面白い感じっていうんですか。うん、これ 何年ですか、ちなみに。1900、これはですね67年ですね。ああ、私と同級生ですね。ああ、はい、なるほど。だからあれなんだな、僕はまあ、子供の頃もちろん耳にしてるんですけどね、生い立ちというかあんまりよく知らないで耳にしてるので、フルに聞くっていう機会がほとんどなかったですけどね。まあ、60年代のやる、まあ、日本の音楽、まあ、まあロックの話をこっち置いておいて、日本の音楽っていうのはやっぱりもちろん演歌はね、またこっち置いておきたいんだけど、これは答えがねここにも載ってますから。おお、そうなんですか。なるほど、なるほど。すごい凝ってるなとは思うんですよね、僕。あれこれも画期的ですよ。画期的だよね。だから、ちょうどやっぱり33回転と45回転のレコードがこうかけられてる時代だから、逆にこれ33回転ぐらいのこのね回転数で録音して45回転で、まあ録音はテープなんですからね。
で、テープで撮ったのをテープの早回しにしたんですね。早回しだね。なるほどなるほど。約 2.5 音ぐらいこう上がってるよね、多分ね。で、何そのクエスチョン1ってこの曲は果たしてジャンルは何なのか。ああ、そうだな。ここに書いてあるのが出るかな。実は2つ載ってるんですよ。お、ホニャララのブームを生み出した曲である。ホニャララのブーム、これ絶対わかんないです。僕こんなん初めて聞きましたから。これ答え言っときます。アングラフォークって書いてます。はあ。でもね、そのウィキのアングラフォークというところにリンクがなくて、検索しても何も出てこない。あ、でもアングラフォークっていうのはなんとなくこうアンダーグラウンド耳にしてきた。でもミリオンセラーですけどね。アンダーグラウンドじゃないね、これね。ミリオン、そうですね、日本初のミリオンセラーです。まあまあ結構アングラっていうとさ、この世に出なくて、結構その居酒屋ライブみたいな感じで、世の中風刺したような歌を歌ったりとか、ね、ちょっとおもろい歌を歌ったりとかいう感じ。アングラフォークなんだ。まあまあフォークはフォークなんでしょうね。そのまあ当時でいくとフォークになるんでしょうね。時代背景からしても。まあそれはだね。それはそうだね。これはもうね、完璧にね、あ、なるほど、書いてます。へえ。もう聞いたらなんだって言うと思います。ちょっと思いつかないな。なんだ。さっき言っとこ。さっき言っとこ。諦めましたか。なんだ。何何。アニメっぽくもあるし物語っぽくもあるし、本当なんかこうイメージ的にはね、大学生が集まって、音楽をやってる大学生が集まって、自分ができることをこう一人ずつがこう手を入れてってレコーディングしました。すごいこう本当にアマチュアの延長のところにあって、まあそれがデビュー曲になりましたっていうイメージがあるんですよ。だからその、なんだろう、例えばそれこそ童謡とかね、そういうものもこう背景になんかあるような感じもするし、なんかこうどうしたかったんだろうなっていうふうにはちょっと思いますけどね。でもさ、そういうジャンルの音楽もいくつかあるわけでしょ。そうです。あるんだよね、ジャンルの代表曲ですね。聞いたらなんだって言います。例えばさ、崖の上のポニョなんかもそういうジャンルになるの。いや違う、違うと思いますね。泳げたいやくんも違うの。違いますね。うーん、泳げたいやきくんはどうかな。まあでも多分違う。泳げたいやきくんはどっちかというと子供向けの。走れ幸太郎も違う。まあこの辺にしておきましょう。はい、どうぞ。なんてコミックソング。ピンポーン。 ありがとうございます。コミックソングっていう分野があるよね。出ましたね。書いてます。日本のコミックソングの代表的な作品と書いてあります。コミックソングだよね。なるほど。パロディじゃなくてコミックだよね。そうだね。出ましたね。ありがとうございます。出たね。出たね。いや、だからそういう風に言うとそういうとこかなと。コミックソングってさ、誰もが知ってる。どうなんでしょうね。でも 使いますよね。その言葉はよく使います。あ、そうなんだ。はい、俺コミックで生きてきてないもんな。リアルだもんな。だけどこの音楽だとそれこそ本当に何だろう、カバーしたり、まあコピーしたりして結構楽しめるのかなって気がしましたけどね。ああ面白いね。生で演奏しても結構ウケるかなっていう。そうそう、だからあのカポをカポ5つぐらいにつけてね。まあ今はね、それこそエフェクトピッてやればね、声はねいくらでもこのぐらいにできるわけだから、普通の演奏でどうにでもなると思うんですよね。そうか。今回私の敗北ということになります。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。次リベンジになるのかな。僕もなんか考えておきます。あ、お願いします。それで答えられなかったら僕の完全敗北ということですね。なるなるほど。そうか、この路線も面白いね。なるほど。またこういう機会あればね。そうですね。じゃあ僕からもね出そうかな。はい。2はないわけで、次の曲はもうそれは
関係なし、クエスチョンはここまでということで。ああなるほど、はい、じゃあ次回お楽しみに。はい、じゃあね、次の曲を紹介したいと思います。お、実はですね、はい、今年ついこの間かな、うん、はい、ポール・サイモンがニューアルバムを出しまして、おおお、早速ゲットしましたのでね。へえ、レコーディングしたの？でもポール・サイモンはもう絶えず音楽やってますよ。ほう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 、5年に1回ぐらいしか出さないですけど、絶えず制作してますね。もうすごいお年ですよ。そうですよね、はい、ねえ、はい、それをね聞いていただくことにします、うん、なるほど。あのね、ストレンジャー・トゥ・ストレンジャーっていうアルバムを発売されまして、うん、そこからタイトル曲を聞いていただきます。はいね、あっという間にですね1時間ね、はい、経っちゃうわけでございますがですね、はい、なかなかこのクエスチョンコーナーいうのもね、これね、ちょっと面白いなと、うん、まあ、だからいろんなジャンル、音楽のジャンルってさ、いろんな ね、 ね、うん、これちょっとさ、うん、あのネットで、はい、調べとかないかね。そうですね、とにかくどんなジャンルがあるかっていうので、うん、でもこれ言い出したらさ、うんうん、すごくあるんじゃないの？それはそうですよね。ね、まあそうでしょうね。うん、やっぱりそれが一つ、そういうジャンルだぜってなんかやったらね。うんうん。小野田さんはアットホームフォークのアットホームフォーク？そう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 。うん、もう結構食べ物とかも出てきますよ。ハートウォーム。フォーム、うん、あ、そう、もうハートウォームフォークだね、うん、あ、そうかな。いやいや、まあ、うん、結構食べ物とか出てきますからね。あ、そうかそうか。なんか、うん、お腹いっぱいソングとかね。あ、うん、そうか、食いしん坊とかね。うん、まあでもね、はい、どんなジャンルあるかと言われたってね、これね、まあまあ、多分その時その時のやっぱり流行語なんかもこう引っ掛けたのがあるかもしれないしね。次はどんな質問が来るかね、はい、いや次は小野田さんからです。あ、私、あ、じゃあまあ考えておきます。別にジャンルじゃなくてもいいんですよ。そうですね、なんかクエスチョンいいよね。はいはい、ね、うん、そうそう、わかりました、うん、ちょっともうこの音は何の行動でしょう。そんなそんな、それ答え試すんですか？じゃあ俺分かんないコードあるんよ実はね、はい、だからそれを、はい、あ、もう言っちゃった今。はい、ということでございましてですね、来週のパーソナリティは松崎悦子さんと秀蔵さんということでね、ミュージーとこですね、来週再来週その次だね、3週後にね皆さんお耳にかかりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、風邪ひかないようにね。